はい、それでは、渡辺選手、東野選手の会見の方ですね、まもなく始めます。よろしくお願いいたします。はい、それでは、3連覇を達成いたしました、渡辺選手、東野選手の会見の方を始めさせていただきます。まずはじめにですね、今大会を振り返って、一言ずつお願いいたします。はい、日本ユニスの渡辺裕太です。今大会3連覇がかかっていたということで、多少力が入って緊張してしまう場面も、多くあったんですけれども、それでもやはり自分たちの実力を信じて、前向きに楽しくプレーを続けることができた結果、こうやって3連覇、しっかりとできたっていうのは、今後のオリンピックレースにもしっかりとつながってきますし、また頑張ろうっていうふうに新たな気持ちにすることができました。日本ユニシスの東野です。ゆうた君も言ったように3連覇がかかっている中での3連覇をしたっていうことは、やっぱり自分たちの中でもいい経験になりましたし、またプレッシャーのかかる中でもしっかりと自分たちのプレーっていうのを最後までやり遂げることができたので、本当にそこは良かったと思います。今後またオリンピックレースも続いていくので、自分たちらしいプレーっていうのをしっかり継続して、このままオリンピックレース楽しんでいけるように頑張りたいと思います。はい、続いて今後の目標をお願いいたします。はい、オリンピックレースまだまだ続いていきますし、まだ出れるというのがまず確定したわけではないので、気持ちを新たにもう一回息を引き締め直して、一からまた頑張っていく、つもりでいきたいと思っていますし、しっかりとレースを戦い抜いて、東京オリンピックで金メダルをしっかり、持って帰ってこれるように、僕ら自身日々努力したいと思います。オリンピックレースもまだまだ続くので、これからまた試合がたくさんあるので、その中で自分たちのプレーをしっかり出して楽しんで、オリンピックではしっかり金メダルを取って帰ってこれるように頑張りたいと思いますので、応援よろしくお願いします。はい、それでは、皆さんから質問を受けたいと思いますので、質問ある方は挙手の上、媒体名お名前、ご質問の方をお願いいたします。では、2列目の男性の方。3連覇おめでとうございます。 TBS 園田と申します。ありがとうございます。今日はスタンドから、ご家族が、渡辺選手のお父さん、東野選手のお母さんが声援を送られてましたが、海外での試合が多い中、こういう国内の大会でご家族が目の前で優勝を見せれたこと、家族への思いを教えてもらってもいいですか。やはり、家族っていうのは、力になるもので、競った場面で僕は父の、サーブ集中という声が聞こえて、まあ、多少プレッシャーにはなりましたけど、そこでもう一回こう気持ちをフラットにして臨むことができたので、なかなか海外では、家族っていうのは見に来られないですけれども、こうやって日本の大会でしっかりと応援してくれて、声を出して応援してくれて、しっかりと優勝を届けられたっていうのは僕自身すごく嬉しいです。一番近くで見てくれてるのは両親なので、本当に3連覇届けられたっていうのはすごく嬉しいですし、競った場面でさっきもゆうたくんも言ったんですけど、私あんまりお母さんの声が聞こえなくて、ゆうたくんのお父さんがアリサ一本って言ってくれたので、すごい心強かったです。はい、他ご質問ある方挙手お願いいたします。では、はい、前列の方。共同通信社の山本です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。どんどん立場も変わって追われる立場になっていく中での3連覇を成し遂げられたってことに関してはどうですか。すごくやっぱりプレッシャーにもなるんですけど、その中ですごい自分たち今回の試合は楽しめたんじゃないかなと思います。まあ、この大会だけではなくて、最近の国際大会でも楽しんで、リラックスした状態でプレーができていたので、それを引き続きっていうイメージでこの大会に臨むことができたので、もちろんプレッシャーはありましたけど、その中でも楽しくプレーすることができたと思います。はい、他ご質問ある方。はい、では後列の、はい、男性の方。
すみません、朝日新聞の照屋と申します。3連覇おめでとうございます。ありがとうございます。あの決勝の相手のペアも、まあ、あの練習量としては、まあ、ペアを組んでそんなにやっていないというような話をされてたんですが、改めてそのお二人がそこまでこうミックスに専従というかですね、ミックスに力を入れる理由というかですね、まあ、ここまでやってきたミックスへの思いみたいなものがあれば教えてください。そうですね、私はあのミックス一本で今までやってきてて、ゆうたくんは2種目ある中で自分はゆうたくんよりもっと頑張んなきゃいけないところがたくさんあって、ゆうたくんよりももっともっと強くならなきゃいけないって思いでやってきたので、そうですね、最近はさっきもゆうたくんが言ったようにすごく楽しめてる部分が多くて、その中で自分たちが追われる立場になってきている中でプレッシャーがかかる中で自分たちが今すごく楽しんでプレーできているのがすごく今はいいんじゃないかなと思います。まあ、始めた頃は、向かっていくだけで、まあ、簡単といえば、簡単であって、やはり1位になると、僕らも1位であり続けたい、居続けたいという気持ちも芽生えて、それに対するプレッシャーとか不安とか、力が入ってしまう場面も多くあるんですけれども、そこで簡単に負けてしまうと、ミックスダブルスをこう引っ張っていく、他の競技、あの他の種目と比べてまだまだ実力が不足していると言われている種目の中で、僕らがしっかりと1位であり続けることが、まあ、今後ミックスのプレイヤーが出てくる中での目標になっていたいと思いますし、簡単に抜かれるようではミックスダブルスっていう種目も成長していかないので、その部分では責任を持ってできるところまで引っ張っていきたいなっていう気持ちはあります。はい、渡辺選手、この後、男子ダブルスマラソンあと1つ2つ受けしたいと思いますが、はい、じゃ前列の方お願いします。毎日新聞小林です。3連覇おめでとうございます。ありがとうございます。それぞれに先ほどからリラックスだとか楽しんでっていうのをキーワードのように何度もおっしゃってますが、具体的に結構難しい、こういうプレッシャーのかかる中で楽しむリラックスって難しいと思うんですけど、どのようにしてそれを実行しているのか、それと何かそれを思い立ったきっかけだったり節目になる大会があったのかっていうのを教えてください。最近あった中国香港の大会で、まあ、そこでもかなりリラックスしてできたんですけれども、ジェレミーコーチに、まあ、フォロースルーが大事だよって言われて、やっぱり力が入っていると、まあ、少し具体的になってしまいますけれども、打ちっぱなしでフォロースルーがうまく取れないっていうことがその前の大会、その前の前の大会と続いていたので、そこを指摘してもらってから力を楽に抜いてフォロースルーを意識することで僕自身リラックスした状態で力の抜けた状態でプレーを続けることができていたので、それをイメージして今大会も頑張りました。中国韓国とデンマークフランスの時に同じ相手に負けたり格下のペアに負けたりした時にすごい勝ちたい思いが強く出てしまって、緊張する場面がすごく増えて、お互い多分硬くなる場面が多かったので、ゆうたくんも言ったように中国香港の時にジェレミーさんに言われたリラックスするっていうのを意識して自分も取り組んでみました。はい、それでは最後ご質問を受けしたいと思います。いかがでしょうか。はい、では、以上で会見の方を終わらせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、もう大丈夫です。